増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百基浮かび、人々はその円筒の内壁を人工の大地とした。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。この1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半数を死に至らしめた。人々は自らの行為に恐怖した。戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りが過ぎた。くそ、敵は一体何なんだ。まさか噂に聞く連邦の白いやつ。とにかくこのままでは被害が拡大するだけだ。後方のシャー少佐に連絡を。宇宙世紀0079、9月18日、地球連邦軍の総司令本部ジャブローから発進した新鋭戦艦ホワイトベースは、連邦軍初の試作モビルスーツであるガンダム、ガンキャノン、ガンタンク受領のため、その最終テスト場であるサイド7に入港した。しかし運悪く赤い彗星の異名を持つシャア・アズナブル少佐の部隊に発見されてしまう。シャアは偵察のためスペースコロニー内部に3機のモビルスーツザクを潜入させた。新型モビルスーツを発見した彼らは功を焦り、独断で攻撃を開始してしまう。連邦軍は完全に奇襲を受ける形となり、壊滅的な状況に陥った。そして避難を急ぐ民間人たちの中に一人の少年の姿があった。グラウボー、ほらしっかりするんだ。アムロ、君は強い子じゃないか。
港まで走るんだ。走れるな、フラウ。走れ、フラウボー。走れ、フラウ。こいつ動くぞ。間に合うか。ジオンのザクは2機、こっちの武器はビームライフルか。でもこの武器はコロニーの中では使えないな。東部バルカンとビームサーベル、これでなんとかするしかないな。よし、見てろよザクめ。ガンダム大地に立つ。よっ、敵のモビルスーツが動き出したのか。あんな部品ばかりだと思っていたが。立ってくれ、立てよ。コロニー内でビームライフルは使えない。バルカンとサーベルで何とかするしかないな。もう一機もできるか。やったんだよな。だんだん一人前のパイロットになってきたな。これからも期待してるぞアムロ、頑張ってくれ。民間人の少年アムロ・レイ、彼の操るガンダムの活躍で我々はなんとかジオンの襲撃を退けた。しかしこの戦闘で正規兵のほとんどが死傷してしまい、戦闘に耐えられる者は10名と残らなかった。地球連邦軍の最高機密に属する新鋭戦艦ホワイトベースおよびガンダムをはじめとする試作モビルスーツは、果たしにも満たない民間人の少年少女によって運用されることになったのだ。押してなさい。
アルテシアにしては。兄さん。サイドセブンを執行し、宇宙前線基地ルナ2へと逃げ込んだホワイトベースは、基地司令ワッケン少佐から地球連邦軍の総司令本部ジャブローに向かうよう言い渡された。こうしてホワイトベースは地球に向け再度出航したのである。だがそれを黙って見過ごすシャアではなかった。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。本艦はこれより大気圏に突入する。ガンダム、発進してザクの足を止めろ。高度には気をつけて。そうしないと大気圏で燃え尽きるわよ。戦っている最中に気をつけられると思っているんですか。あなたならできるわ。おだてないでください。カタパルトへ。アムロ、行きます。我々は執拗に追撃してくるシャアからの攻撃を退け、なんとか大気圏へ突入した。少佐、助けてください。減速できません。シャア少佐、助けてください。ザクには大気圏を突破する能力はない。だが敵を道連れにできるのだ。犬死にではないぞ。うわ無事に大気圏突入を果たした我々ホワイトベースクルー。しかしやはりシャアは一枚上手だった。シャアの攻撃により予定していた大気圏突入コースを大きくずらされた我々は、この過酷な旅のゴールであるジャブローから遥か遠く離れたジオンの勢力圏へと降下してしまったのである。シャアの言う通りかもしれん。今までの地球連邦軍の戦艦とは全く桁が違うようだ。現在ホワイトベースは敵の航空部隊によって頭上を抑えられ、この断崖に沿って進行中だ。このままではいずれやられてしまう。そこで我々は敵が戦力を整えきる前に全戦力を投入して一気に反撃に出ることにする。竜とハヤトはガンタンクで出撃してホワイトベースを援護してくれ。任せておけ。ハヤトには砲撃手をやってもらう。了解です。また当然敵はホワイトベースの進路上に地上部隊も配備しているだろう。アムロはガンダムで進路上の敵を掃討、カイはガンキャノンでガンダムを支援。いいな。やってみます。いいも悪いもないんでしょ。でもよブライトさん、ホワイトベースの下で大砲撃つだけだぜ。それ以上のことは。戦場は荒野。